歩送信対策お探しの方必見です。メールを送るときに間違えて別の相手に送ってしまって恥ずかしいみたいなことは柴田さんは今までいや会社とかではないですけどね、はい、僕らね、はい、ただやっぱタレントさん同士とか友達同士っていうのは全然ありますよ ね、うん、ですよね。個人間ならいいですけど企業の重要なデータだったらこれもう危ないですよね。これやばい、まあ、ですから絶対にメールの誤送信っていうのはもう防がないといけないわけなんですよ。そんなリスクを回避するためにですねメールを暗号化して情報の流出を防ぐためのクラウドサービス、富士通セキュリティソリューションフェンスメール誤送信対策サービスを皆様にご紹介していきたいと思います。このフェンスメール誤送信対策サービスは、うん、送信したメールの本文や添付したファイルから情報が漏洩するのを防ぐことができるんですね、うん、またメールの誤送信を防ぐために事前にチェックもできるんです、うん、さあメールで添付ファイルを送るときによくあるのが PPAP という送り方。え違います。違うでしょうね、はい、パスワード付きファイル、パスワード暗号化、うん、プロトコルと呼ばれてるわけなんですね。で情報を守るためにメールの添付ファイルを暗号化して送ることがありますよね、うんうん、ところが、うん、その暗号を解くパスワードを、うん、先ほどファイルを送ったメールアドレスにパスワードこれですよって送っています、うん、多分多くの企業ありますよね。ありますよね。パスワードごと盗まれたらもうファイルは見られてしまいますよ ね、 そうですね。これでは暗号化している意味が全くございません、うん、もう答えと問題を一緒に送ってるみたいなことですよね。この暗号化ファイルをメールに添付して送ること自体が決して安全ではないことが業界的に今言われてるわけなんですよ。さあこういった事態をフェンスなら通常通りメール送信してもフェンスのフィルターを介して送信されるため簡単にデータをダウンロードできないようにしてくれると。さあフェンスを経由して添付ファイルを送りますと送信する側はこれまでと同じ、まあ、何か特別な送り方をするわけではございません。あ、そうなんだ、はい、でフェンスを使って送られたメールは先ほどと違いまして受信側の対応が実は変わってくるんですね。なるほどね、はい、添付ファイルはクラウド上のサーバーに保存されて、うん、メールにはですね URL が追加されてくるわけです。はいはいはい、で受信者の本人かどうかの確認が取れてから初めて URL からファイルがダウンロードできるということなんです。暗号化したファイルを送りさらに同じメールアドレスにパスワードまで送ってしまうという方法と違って受信者の本人確認をすることでファイルを安全に送ることができるということなんですね。でまた送信した添付ファイルは受信側がダウンロードするまでは送った後でも削除することができると。へー、はい、ただですねそもそもメールを間違えた相手に送ってしまった、うん、どうするんですか。これどうする。例えば送り先は正しいかこれ上司にも確認してもらうとか、うんうんうん、あとはすぐに送信せずに時間差で見直せるなどなど、うん、こういった機能が実は搭載されてるわけなんですね。さらに、はい、ビジネスメール詐欺の対策までできちゃうんですね、ちなみにビジネスメール詐欺っていうのは一般的にベックと呼ばれてまして、うん、お取引先企業や経営者を装って担当者を欺き、うん、金銭や情報を奪取する詐欺行為のことでございます。で、そういったことをちゃんと防ぐために登録されているメールアドレスのドメインと送信ドメインを自動的に比較して詐称の疑いがあるドメインへの注意喚起をしてくれるっていう機能があるんですよ。例えばメールの最後の L が見た目の似てる1に変えられてるドメイン、本当だ。怪しいアドレスの場合は送る前にフェンスのチェックが入るんです。自分だとこうパッと見、うん、分かんない、気づけないじゃないですか。確かにね。だからすごいありがたいですね。ありがたい。さらに添付ファイルに個人情報が含まれていそうな場合、うん、住所や名前、電話番号やクレジットカード番号など、うん、ワード文書の変更履歴に書き換えられる前の情報が残ってるとか、本当しがちですね。こういう添付ファイルの内容についてもチェックしてくれて、うんうん、このまま送っても本当に大丈夫ですかと、送る前にフェンス側から通知が来て内容の確認をすることまでできるんですね。このフェンスメール誤送信対策サービスでは個人情報、機密情報の自動チェックを行いまして、はい、誤送信を防ぎます。送信保留にしているメールの確認は外出先からスマホでも行うことができるんですね。フェンスはクラウドサービスでございますのでアプリなどは不要、メールサーバーの設定変更だけで利用することができます。さあその他フェンスのサービスについては詳しくはウェブサイトでチェックしてみてください、うん、メール誤送信を防止するセキュリティサービス
フェンスメール誤送信対策サービス以上となります、うん、まあ、メールの本文であったり添付ファイルの中身はめちゃくちゃこうチェックするんですけど、いざ送るってなった時のアドレスってチェック漏れが起こることが大きくて、こうやってシステム化してくれると、まあ、より企業も安全になるのかなと思います。それでは柴田部長、こちらいかがいたしましょうか。はい、フェンスメール誤送信対策サービス承認です。おー、あ、承認いただきます。